こんにちは、元サイクル大学の元です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はそのヘルメットの持ち方は損をしていませんかという内容をお伝えさせていただきます。よろしければお付き合いください。ヘルメットを購入する時はですね、決して安くない買い物なので悩みます。まずですね、メーカーをどれにするかで、メーカーが決まったらですね、そのヘルメットの種類を、どれにするかで、それからですね、今度はサイズですよ、M にするのか L にするのかでもやっぱり悩みます。で、当然バイクショップで、ヘルメットをかぶってですね、確認をするんですけど、皆さんいかがでしょうかね。それだけね、悩んで購入した、しかも決して安くないヘルメットなんですけど、バイクから降りてですね、移動をしている時っていうのは結構雑な扱いになっていないですか。実は私も過去に雑な扱いをしていてですね、ヘルメットを傷つけたことがあるんですけど、あれですよね、実際ね、バイクから降りてヘルメットをね持って移動する時っていうのも、正直言うとヘルメット邪魔なんですよね。でしかも何か買い物したってなると、もう持てる範囲が限られていますので、ヘルメットのその持ち方もですね、他の荷物が持ちやすいように、結構危険な持ち方をしてしまったりしていたんです。で、どうですかね、結構多い持ち方としては、このシールドを開けて、こう持ってたりとかですね、あとは私がやっていたのは、この顎紐を持って、結構なんかプランプランとねさせながら、持っていたことがありました。で、そういう持ち方をしているとですね、もう壁に当たってしまったりとかね、で階段の手すりありますよね、手すりにカコンとぶつけてしまったりっていうことを過去にしたことがあります。私の知人はですね、6万円で購入したヘルメットをですね、購入してわずか1週間で落としてしまったっていう知人がいました。で、そのシチュエーションとしてはですね、買い物をして、買い物の袋をですねいっぱい持っていて、でヘルメットのね顎紐の部分を持って移動していたんですけど、指からスルリと顎紐が抜けて、もうね地面にカチンっていう、落とした時すっごい音するんですよ、ね、本当になんか甲高いカチンという音がするんです。ちなみに私も過去に落としたことがあります。で、この落とすと当然傷がつくんですけど、傷がつくだけだったら、いいんですが、ヘルメット自体がですね、事故とか、あと転倒した時ですよね、ヘルメットに衝撃が加わった時に、衝撃を吸収してくれて頭を守ってくれるという、そういった機能があるんですね。大きな衝撃を受けてしまうとですね、もう2回目の衝撃っていうのは吸収してくれないので、要はヘルメットとしての機能が、もう使えなくなっている場合があるんです。
でそのヘルメットの、メーカーのサイトを見てみてもですね、大きな衝撃が加わった場合、ヘルメットのね、その機能が本当に、その後も有効かどうかっていうのをね、調べることをしますと、まあ、一度メーカーの方にヘルメットを送って調べてくれるっていう、ことをしてくれているメーカーさんもあるぐらいなので、まあね、落としたぐらいだったら大丈夫で済めばいいんですけど、最悪ですね、買って1週間で、もうね、ヘルメットを買い替えないといけないっていうことになるかもしれないので、やっぱり取り扱いっていうのは、注意が必要じゃないかなというふうに改めて思っています。過去にですね、ヘルメットを傷つけてからですね、持ち方を変えたんですけど、私のおすすめの持ち方っていうのは、こうやって脇にこう抱えるっていうことです。で、ね、これならですね、この手が、ヘルメットを守ってくれますので、まあ、壁に当たったりとかですね、階段の手すりに当たったりっていうことを防げますし、でこの持ち方をしてからですね、ヘルメットを傷つけたことはないです。もちろん落としたこともないです。まあ、片手がね塞がる形にはなってしまうんですけど、やっぱり大切なヘルメットをね、守るためにもう片手は犠牲にしてですね、ヘルメットを守る脇にこう抱えて持つっていう持ち方をおすすめします。まあ、結構バイクを降りてからはね、このヘルメットを、見る、時間がね、長くなるので、バイクに乗っている時っていうのはその傷って見えないんですけど、バイクから降りて、まあ、移動してですね、例えばどこかで休憩してね、ご飯を食べるとかお茶を飲むってなった時に、ヘルメットって横に置いてますよね、机とかに。でそのね、傷を見るたびにもうね、ショック、あの時なんでね壁に当てたんだとか、もうずっとねショックになるので、まあ、本当に傷をねつけないためにも、脇に抱えて持つというこの持ち方をですね、本当に参考にしていただければ嬉しいです。今回はそのヘルメットの持ち方は損をしていませんかという内容をお伝えさせていただきましたが、まあ、本当にですね、まあ、悩んで購入したヘルメット、しかも決して、安くはないヘルメット、やっぱりね傷がつくとですね、本当にショックです。でバイクにね乗っている時っていうのは、まあ、本当に、まあ、見えないので忘れることができるんですけど、降りてですね、で、机の上に置いている時なんかに、その傷をね見るたびにね、後悔が出てきます。まあ、実際私は後悔したことが過去にあったので、今回ねお伝えさせていただきました、脇に抱えるっていうね、この方法、お伝えさせていただいたんですけど、本当に、この持ち方をしてからね、傷をつけること、なくなりましたので、参考にねしていただけたらと思います。モトサイクル大学ではこのような形でバイク情報をいろいろ発信しています。モトサイクル大学への入学はとても簡単で、チャンネル登録をしていただきますとどなたでもご入学できます。皆様のご入学お待ちしております。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。